今年のお正月は何をしたかというと、試験の勉強さ。なぜならプリントが20枚もあって、たくさん覚えなきゃいけない。一枚一枚覚えてく、余すことなく覚えてく。そうやって三が日もその後も過ぎていったのさ。本当は旅行に出かけたり、友達と遊んだり、正月を満喫できたはずさ。だけど気づいた、最後のプリントに書いてあった試験プリント持ち込みからってさ、別に覚えなくてもよかったじゃん。時間を返してくれ、時間を返してください。おいえ、そして俺のお正月は散る。そして俺のお正月は散ったのさ。